現在のコンスタンディヌーポリ総大主教座のバルソロメオス一世紋章エキュメニカル総主教はコンスタンディヌーポリの大主教の名称。コンスタンディヌーポリ新ローマの東方正教会を構成するいくつかの自立教会の主張の中で、陽動の中で最初の平等な格差としてランクされており、彼は世界中の東方正教会のキリスト教徒の 代表的かつ精神的な指導者としての役割も持っている。名称についているエキュメニカルという語は、文明世界、すなわち、ローマ帝国のギリシャ語の名称であるエキュメンが由来で、ある。エキュメニカルはギリシア語、オイクメノスに由来し、全地、基地世界の相対を意味する。全地宗主教とも世界宗主教とも訳されるが、定着した翻訳語は、現在のところ存在していない。 なお、日本ハリストス正教会では、エキュメニカルに全地の分けを当てていることから、これに準拠すれば役語は全地総主教となる。コンスタンディヌーポリ総主教長は、世界で最も永続的な制度の一つであり、世界史で重要な役割を果たしてきた。古代のエキュメニカルな主張たちは、キリスト教の拡大と様々な教義論争の解決を助けました。中世には、彼らは、 東方正教会の諸問題、そして正教会の世界の政治において、そしてスラブ人たちの間でキリスト教を広めることにおいて主要な役割を果たし、東方のキリスト教の信者たちは、このコンスタンティノープル総大主教座は精神的支柱となっている。また、現在、キリスト教の信仰と東方正教会の教義の拡大に加えて、家父長たちは、 エキュメニズムと宗教間体は、事前活動、聖教会の伝統の用語に関与している。キリスト教語大本山の中で、コンスタンディヌーポリ総主教は、アンドリュー氏との後継者とみなされている。なお、現在のコンスタンディヌーポリ総大主教座の所持者は、コンスタンディヌーポリの270番目の大主教である、バルソロメオス一世である。エンブレムは、 コンスタンティノープル総主教調の正面玄関の上に見つかりました。ありがとうございます。